的な世界をお楽しみください。で、そこにはランフルで神秘論、それでチャームチキバランド。
Thank you.
ありがとうございました、皆さんご存知の曲だったと思います。여러분다아시는곡이라생각합니다ミニリパートのラビンユーを聴いていただきました。ラビンユー함께들으셨습니다。それでは次の曲なんですけれども、2年ぶりに新しいアルバムをリリースすることになりました。네다음곡인데요네2년만에새로운앨범을네만들게되었어요와日本で9月26日に発売になります。사실일본에서는9월26일날、네、발매가될예정입니다。それがなんと日本より早く韓国で今日発売になりました。근데그게일본보다빨리한국에서오늘판매하기로되었습니다。できた、出来上がりました。これです。저희個人앨범이그앨범입니다。Be Myself というタイトルです。 Be Myself 라는、네、タイトル입니다。全部で14曲入っています。전부해서14곡들어있습니다。全部自分で曲を書きました。다본인이이제곡을쓰셨다고합니다。なのでみんなオリジナルだから知らない曲だと思うんですけど、私のとっておきの曲がたくさん入っていますのでぜひ聴いてください。ね、다オリジナル곡이라여러분다모르시겠지만、네、본인이직접만든거라서여러분많이들어주셨으면좋겠습니다。ありがとうございます。今日はこの中からスモークという曲を1曲聴いてください。오늘은이앨범안에서스모크라는곡을한곡들어주셨으면감사하겠습니다。